リサちゃんさっき聞いたらオノフ歴12年。フェイス面は手のひらっぽい感覚、もう本当感覚だよね。飛ばしは振りに行くことじゃないよね。やっぱいいわオノフ。リサちゃん、うん、オノフって、うん、釣り竿さん、あ、そうそう釣り竿さんではないけど釣り竿屋さん、釣り竿屋さんが本体なんだよね。そう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 、あの台輪、うん、台輪っていう釣り竿かな。なんかシャフトはすっごく、そうだよね、すごいしっかりしてる。なんかこだわってて、あの、うん、しなりとかトルクのこの、うん、トルクっていうのかかるのもすごくこだわってて、なんかその飛ぶ秘訣もこのシャフトにかなりこだわってるって言ってた、うん、だいたいそのシャフトはさ他のブランドつけることが多かったりしたりするじゃん、うんうんうん、他のシャフトがまあ S とか使ってたとしても普通のオノフだと1個下げたシャフトでも全然 S ぐらいの硬さは出てたりとかする。結構すごいしっかりしてると思う。特に長くなればなるほどしっかりそれは感じるかな。あ、そっかそっか。釣りってこうなんかこういうね、めっちゃしなるじゃん。そう、こういう感じね。そうそうそう、うん、それに耐えられるっていう。そうだよね。こうやってしなるから飛ぶんだしね、うん、でもしなりすぎたらさ折れちゃったりとかさ、うん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 、なんか全然あのなんかちゃんと打てない帰ってこないみたいになるけど、うん、その間をちゃんとしっかり取ってるのね。これはどう振ってて。これはすごいフレックス A なんだけど、うん、なんかやっぱ L だと私ちょっとまだ柔らかいから、うんうんうん、ちょっと固めの A にしてるんですけど、うんうん、でもほんとしっかりしてる。 A の中でもしっかりしてる、うん、A の中でもしっかりしてるイメージ。そうだよね。でもすごい重いわけとかではないし、なんかシャフト重いとかしっかりさせると重くなったりもするじゃん、うんうんうん、でもやっぱレディースってやっぱ重量重くしちゃうと。確かに18ホールって考えるとね、うん、だからしっかりしてるけど、ね、重くないからいい感じです。かわいい。ここだ、千鳥柄みたいになってるでしょ。ってるの。そうなの、ね、こだわり。これはないよ、ね、なかない。でもなんか総柄じゃないからいいよね、うん、総柄だとちょっとやりすぎ感出ちゃうけど、ね、かわいい。使ってみたい。こういう女子感のクラブ。リサちゃんの服にはちょっと違うかなみたいな。リサちゃんのスイングにはちょっと違うかな。なんか違和感みたいな。7番ホール。アプローチはシンプルに考えよ。力量以上のショットを求めると大きなミスにつながる。うん、そうだね。間違いない。間違いない。これリサちゃんってドローボーラーなのにさ、どうやって打つの？手前にこう火が出てる出てる。あの上をこう行きたいな。なので。あ、行くんだやっぱ、うん。だからやっぱ左目にちょっと立って、こういう角度で。ほう。やっぱあの高さは全然平気？うん。平気。うん。おミス、ナイスミスじゃない？ワンタッチしました。いやー全然イメージわかんない。青、めっちゃ前が上がってるよ。そう、結構なんかさ、やっぱこっちに構えるようにしてんのかな、難しく。あ、完全に罠にはまったパターンだよね。いや、わかる。これは、腕の見せ所です。45度になってる。この傾斜は、どっちに行きやすいんだっけ。イメージは、右に行きやすい。あ、左足上がりだから、左にも行きやすいんだけど、こっちの傾斜の方が強い。強いと思う。本当突っ込まないよね。そこで回るだけだもんね。うまい。ナイスショー。見える。いいじゃない。そう、超いいよ。おー、いいんじゃない。わー、いや今めっちゃ転がり良かったけどな。うん、こっち行った。左一筋。あ、残念。どんまい。次に行かそう。あ、黄色い旗。黄色い旗、うん、からドロー。いや、もうそうそうそう、黄色い旗から。へえ。
結構怖いよね。バンカーの上とか行きそうだもん、私だったら。おお、ストレート、はい、ナイスショー。今何変えたの？今はちょっとね、今日やっぱ痛いのがあるから、うん、大振りはやめた。もうコンパクトにしようと思って。ここら辺、うん、もうちょっとだけど、でもちょっとコンパクトにしただけでやっぱ全然変わるんだね。でも分かるんだね、すごいね。だってすごい見てるすごいよ、めっちゃ見てるもん。ひらちゃん見てる。右向いてますよ。え、右向いてます？右向いてますよバンカー向いてたよ。はい、オッケー、オッケー、オッケーちょっとごました感じだけど。ごましたね、うん。ちょっと下抜けそうな時ってどうしたらいい？リサちゃん。まあ下、上の芝をこうさらう感じかな。あ、この上っ面？うん、やっぱ深く取りすぎると絶対下崩るから。はい、それよ、ミッドで私が101叩いた理由水ばっか取ってたわー、悪くないけど。芯に当たってない。七湯。今でもね、すごい沈んでて下をね、くぐらないようにって思ったんですけど、技術的な問題ですね。でもあのクラブが押してくれたんで、グリーンの横までは行ってくれたんで良かったかなと思います。でも6番アイアンで打つより全然楽に打てますね。落としどころ、リサちゃんのゴールの前。あ、ちょっと待って。すごく諦めたかったよ。そうだよね。やっぱウェッジで行くんだね。行きます。これも56です。56。私のボールでもウェッジで行く？いや、ここはパターで行く。ここだったらウェッジで行く。うまい。入った。こんなところでやっぱいいわ。ちょっとそれイーグルもやってたんじゃない？あ、そうそうだよね。あの伝説のね、伝説の一人イーグルでしょ。一人イーグル何の役にも立ってないやつ。ナイス。パターでいけっていう話だよねあ、穴は塞がっていない。いいよいいよ。ナイスバーディー？いいね、バーディーです。バーディーじゃん。ちょっとあれがすごすぎてバーディーって忘れて。確かにでもやっぱさ、今は見えてた？今見えてたね。なんかさ、雰囲気ちょっと感じた。うん、ちょっとなんかあのイーグルの時の雰囲気出てたもん見えてる時ね、リサちゃんね、早いから打つの。あ、ね、見えた見えた、オッケー。そうなんだよね。やっぱダメな時で結構モジモジしてる感じじゃない？うん、うんうん、外したりするよね、何回かね。あ、ちょっともう一回後ろから見ようみたいな、うん。テレビで見るリンゴルフの話。うん、え、すす、Apple TV とか。そうそう。あ、一緒一緒。すごい見やすいと思った。だから迫力違うよね。全然違う。なんだろう、大画面で見るっていい。うん、何が違うんだろう。なんかゆっくり見れない。うん、大きい方が傾斜わかるくない？パターとか。グリーン名のね。グリーン名の。あ、分かる分かる、それも思った。スマホだとこれなんか、そう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 。しかもこれもできないしね、大きくもできないしね、うんうん。はい、やべ、心へ行こう。はい、9番ホール。飛ばしはリズムである。力を抜いてテンポよく振り切ることだけを意識せよ。はい、そうだよね、うん、飛ばしは振りに行くことじゃないよね、うん、リズムね。はい、飛ばしはリズム、はい、テンポよく。おお、ナイスショー。ます、気持ちいいね、このホール広い。
がすごいよね。3番はさ黒くないね。そう、3番はねちょっと違うのね。そう、あの片山慎吾さんモデル。へえ。ナイスショー。なんかコンパクトにしてからフェードになってる。いや今ちょっとねイメージをこういう、あ、そういう感じにしたんだ。フェード持ってきたよ。ドローが取れなかった。さすが。なんかこのスプーン、うん、このあのさっき言った溝、うんうん、このヘッドがすごい人気で、最初ね、こう来なかった手元に。人気すぎて。人気すぎて。でやっと来て、やっと使えるように。え、じゃあ先に他のクラブ。最初はそう他のクラブも使って、これだけが届かなくて、やっと入りました。すごい。てかさ飛ぶんです。すごい飛びます。これ構えやすくて、うん、ちょっと抑えめで、もういいナイス。ちょっとでも持っておいてもらえますかね。なんかジャンプした たね。嫌いだよクレアリノス。多分リサちゃんこれ好きなんだろうな。わかんない。クレアリノスライス。ハイライナイス。おお、いろいろあったけどパー。ナイスパー。イエーイ、ありがとう。ご飯食べます。お疲れ様でした。お腹すいた。皆様 YouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さらにコメントもね、はい、読んでるよね。読んでる。どしどし待ってます。バイバーイ。またねー。結構アイアンの顔は絶対的な信頼はある。おー、なるほどね。ヘッドが大きくても